このビデオではブリッツリポートの財務手表ジェネレーターについて簡単に紹介します。ではブリッツリポートのフォームを開きましょう。と GLF Financial Statement Generator というリポートを開きます。デフォルトのテンプレートがあり、そのテンプレートでレポートを実行すると、クラの Excel シートが開き、そこで財務手表のレイアウトを作成できます。そしてブリッツリポートの技術は現在少し弱くなります。従来のブリッツリポートでは、 Excel の処理ファイル全体を CABA 書で生成していましたがここでは技術がこうなりマークロ対応の XLSM ファイルが開き CABA に接続され追加のメニューアイコンが表示されますこれらのメニューアイコンを叱って Excel で機能を作成できます例えばすべてのアカウントの撮影を取得できますサバからアカウントの撮影を取得するためのディスカバー機能を使いましょう それから財務危険リストを作成し期間を選択できます。例えばあ2008年1月です。そして期間を延長できます。一つの期間だけでなく1年間全体を見たいのでゆに延長しましょう。他にはこれらを対象にして最初の形を固定しましょう。 最上限を増やします。そして今、残高を取得できます。右側にはアカウント、親アカウントと子アカウントがあり、右側には財務機関があります。残高を見たい場合は、バランス機能をクリックすると、パラメーターを選択できる画面が開きます。例えば、この Excel セルから機関名を取得したい場合です。そしてそれは常に最上径にあるべきなので、ドル記号を追加する必要があります。例えば、会社名を コンンス、こにはどこ、ここのネツはどアカウントをここから選択できます。常に最初の列から。そして今それはバランスを取るためにロードするはずです。はい。ではバランスが取れました。関数をすべてのセルにコピーしましょう。サイズを調整してリフレッシュします。今技術はブリッツリポーツと枠となります。今回はサイビエイ速があるんです。最初にここです。 これらすべてのエクセルセルを通過して数えます。ご覧の通りバランスを取得する必要があるエクセルセルが六千二 k Set n あにります。ーサーバー結束が EBS からバランスをロードしてエクセルに戻します。チェイ結果が出ました。2008年に動きのないクラの形がたくさんあります。ゼロ種をこのようにク使シすることができます。 このスプレッドシートではさらに掘り下げることができます。例えば何がありますか例えば、ここに総収入があります。では、ハードウェア収入の総収入を見てみましょう。例えば、6月の収入は insin central 160万です。バランスレコード,コードの一つをダブルクリックすると、まずバランスレベルにドリルダウンし、さらに掘り下げていくと、これらすべての4つなるコードの組み合わせがわかります。 そして、ジャーナルレベルにドリルダウンできます。これらがすべてのジャーナルです。ご覧の通り、無意識請求書と売価カがあります。えー、さらに、ドリルダウン指定権を選択し、最も低いレベルである不条大腸区筋レベルにドリルダウンできます。アオンケーソアセランドリルダウンはバックエンドでブリッドゼレポートを実行します。このレポートはこの場合、GL アカウント分析と全く同じです。 またテンプレートを作成し表示したい列を選択することもできます。ブリッツレポートの柔軟性をここでも活用できます。ここではとも低いレベル、つまりサブ現象のレベルです。一つのレコドードが各距離に対応しています。まず全ての列は総関定現象モジュールから来ており、結合されたセグメント、シェイ金額、そしてここに関定科目のセグメントがあり、入力された金額、 償さ、えー、された金額ににはさらに局期レベルのデータがありますここでは局期番号の列から始まり右側にある全てのデータはサブ現象から来ていますここではソースは中中入力であり請求書番号請求期、えー、請求金額などがありますそしてさらに右側には中中番号営業担当者の名前請求ルールそして顧客番号顧客名住所があります そして一番段にハイパーリンクがあります。このハイパーリンクをクリックすると、エナサビオラクルで主義が吐きます。これで Excel ファイルで入いている主義のフ,のフォームをアサビ吐くことができます。これが私たちの請求書です。次はハードウェアの販売です。これがドリルダウン機能です。 そしてやけ、私がここで作成したスプレッドシートは非常に基本的なもんですが、もし Excel に CO2 しているなら、様々な機能を使用することができ、引き算ができ、基本的にすべての標準機能を使用して自分のレイアウトを作成できます。これはデフォルトのテンプレートで、ここにチョラをアップロードしました。シノサマリステトーメントにあります。Excel でレイアウトを作成してから、 レイアウトが完成したらサビエにアップロードして他のユーザーも利用できるようにすることができます。またラップトップに保存しておくこともできます。そして次回再解読して詩を読み込み更新できます。Goats Explorer ーー例えば処理が収益から無や限化を引いた計算フィールドであるもう少し高度な例です。このようにして独自の財務書表を作成できます。 ご覧いただきありがとうございます